ニューヨークノールメリディアンフィフスアベニューは非常に素晴らしいもののように思えますが、それはただ目立うことしかできないと言ってみると聞こえます。そして私は部屋に入ってアンバーサダーメンズのためのトリートメントを気につけました。これを見てください。冗談だと思いますか？1枚のカード、個人的に書かれたもので、ジェネラルマネージャーからのものは素敵ですが、これらの3つの小さなピースは新しいラクメリジエンのオープニングのためのトリートメントです。私は何度かルメリディアンに行ったことがあり、非常に困難でした。ウィーンの人々は頑張っています。作られたが、しかし言霊ジュールで何を見つけるかわからないし、全てがルメリディアンと呼ばれるものではない。そしてバンコークの場所も思い出されます。私たちは新規オープンの場所にいます。子供たちはチョコレートを持っています。それはベッドサイドのおやつとして提供されます。予約した部屋にはアップグレードはありませんでした。スイートルームも大きな部屋も持っていないこのブティックホテルは、タイムズスクエアの近くのフィフスアベニューにオープンしました。それが面白いところです。しかし800から2000ユーロを簡単に支払える場所、全く問題ない。これは新しい。これはもちろん新しいキングサイズですが、実際はクイーンサイズです。音量、ウィンドウなど、もっとよくできたはずです。ここには最低でも23周ガラスが必要でした。チームアベニューの交通金を売るために使用できます。歩行者専用ゾーンではなく、エリアは比較的落ち着いていますが、車の交通量は多いです。朝にはゴミ収集車が流れ着くので、アクションが提供されています。だから私は金ラクメリジエンの話題をやめて、新しいオープニングの話題にします。特別なものがない限り、再び価値があると約束してくれないので、ただただ残念です。価値なし。ニューヨークも支払い、マンハッタンも支払い、住所も支払う。このホテルの宿泊料金は150ユーロです。この部屋に泊まるためには150ユーロを支払います。600の残り。これは観光水です。なぜならここは中心部に位置しているからです。それは忘れてもいいです。もう一方の側でもマンハッタンがあります。シェラトンの向こうには覚えているけど、私は350ドル支払ってスイートにアップグレードされ、夜には NY のスカイラインを楽しんだ。カタリの家のスカイラインはまるで悪名のようです。まあ私が読みたいのは、彼らはこのレメリで何も提供できないということです。どうしようもない状況です。新しいホテルがあります。ブティックスタイルで作られました。単純に言って私たちはそれをこうする。背景や考えと一緒に、私の今は地下としてそれをします。ミッドタウンにルネサンスがあり、大時間の全部数があるが、彼らはそれには考えていない。だから彼らは喜んでいるだろう。オープンして何かが始まることを、寝ることができるので問題なし。もちろんより静かな部屋もある。それらはその後ろになる。エンパイアステートビルを見ながら、そこでは何も売れません。サドポ見て夜はいいねという。エンパイアステートビルを見て外に出てください。そうすれば見えます。お金のことも分かりますか？ USB ポートがあり、電源コネクタもありますが、国際的な観客もいるので、少なくともプラグが1つ複数していると良いですね。当然持っているが可能です。でも1人で寝るのもいいです。ヨーロッパから来た場合、ここではプラグを差し込むこともできます。イギリスは災害だと思う。3つのもので大きさと太さは2倍です。ここは地下のように清潔です。最初に全てをきれいに突き取る必要がありました。ただ単にきれいにされていませんでした。様に感謝して、建設の愛ではない。彼らはあまり建設していない。ここにはペストを塗って安い家具がある。ひっかくなんて人形の家具のようなものだよ。指からすにがる。茶道はきれいにしていなかった。新規オープン時には少し注視できるのではないでしょうか。でもそれはみんな持っている。私はもう一度きれいにすることができる最後の考えであるということが今では信じています。それ以外は単に聞き取り、仕上げをして、シツをついて、タオルを置いて終わりです。今は小さな予想がありますが、もちろん大きいものとして買っています。の子供用護送です。シャワーは問題なく利用できます。設備は素晴らしいです。言えないことはそれです。ビジュアル的にはブティックの雰囲気があります。もし私がここでインフルエンサー的に写真を撮りたいと思ったら、それが効果的であることが分かります。全て同じです。見かけ以上ですが、実際には違います。美の品質です。そしてそれはもちろん、ここでそれを経験することは結句です。ちょうどこの小さなシュールギスのように、この全体のものはただの価値のない檻っぽいホテルです。ホテルは二度と予約しない。強制的な状況でなければ予約する必要はない。部屋のツアーもあるので再度見ることができる。さようなら。
when I can feel you so close. You're in my head, dirt to my thoughts. I wanna stay calm until I can get your love. I am in love, and it's my fault. Sometimes I feel that I'm dreaming when I can feel you so close. You're in my head, dirt to my thoughts. I wanna stay calm until I can get your love. Sexy.